こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブレイクレッド、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくブレイクレッド行きました。続いて前へ行くのはパーシャンハンター、さらにはブルーブリッジ、1番コナゴールド、その後ろ先頭に戻りましょう。パーシャンハンター先手を取りました。その外にブレイクレッド、ジュエリーブルース、そのうちに続いています。青の帽子コンサートスタイル、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として6番パーシャンハンター、ブレイクレッドほとんど差がありません。トゥルーブリッジ3番手、カワチシュール、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。パーシャンハンター先頭、ブレイクレッド先頭、あと 200m、 カワチシュール伸びてきた、残り 100m、 カワチシュール先頭、2番手はロプトサプライジング、カワチシュール1着、カワチシュール1着、2着にはどうやらロプトサプライジング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチシュール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギャロップジハード、好スタート、マッハーベニュー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくギャロップジハード行きました。続いて前へ行くのはビクトリースイング、さらにはマッハーベニュー、14番ロンドンユニーク、その後ろブラッシングイシュー、後ろからになりそうです。それでは先頭からシュアジュピター、先手を取りました。その外からミステリアル、その隣にマッハーベニュー、並んで13番ビクトリースイング、ピンクの帽子ロンドンユニーク、その後ろ競泳マーチ、後ろからになりました。イタリアンビクトリア、それに続いていますシスターイージー、そのうちに続いています。すぐ後ろにサマースルー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はシュアジュピター、まだ粘っています。ギャロップジハード、ほとんど差がありません。ビューティーダッシュ3番手、競泳マーチ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。ここで先頭変わりました。先頭はビクトリースイング、競泳マーチ先頭、リードを広げにかかります。2番手はビクトリースイング、競泳マーチ差を広げる、2番手はビクトリースイング、完璧です。圧倒的な強さを見せました。競泳マーチ1着、2着はビクトリースイング、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。アースナイト、これは好スタート。シュアユニーク、この馬も好スタートを切りました。アグネスワールド、前に行きそうです。エターナルテイスト、それに続いています。さらにはシュアユニーク、7番アースナイト、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはアグネスワールド、そして大きく離れてシュアユニーク、この位置です。その外からメルシーキャプテン、内からはアースナイト、その外からトロピカルエバート、前はアグネスワールド。2番手はシュアユニーク、メルシーキャプテン、3番手さあアグネスワールド、逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アグネスワールド先頭、3馬身から4馬身のリード。残り 200m、 アグネスワールド先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はクリスタルアイス、アグネスワールド1着、アグネスワールド完勝、アグネスワールド1着。2着にはどうやらクリスタルアイス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はセイウンスカイ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい、これは強い。2番手はセイントブレイズ、セイウンスカイ今ゴールイン、段違いの強さです。セイウンスカイ1着、2着はセイントブレイズ、これは桁外れの強さだ。セイウンスカイ、東京競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。リッチコース、前に行きそうです。続いていくのがエルコンドルパサー、オータムボン、すぐ後ろ。その隣にレームゲーム、その外からチョカイパス、その後ろにアドマイヤチャンス、最後方にポーセンアスター。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番リッチコース、依然として先頭。1番エルコンドルパサー、2番手を追走しています。少し開いてレームゲーム、その隣にオータムボン、その横にチョカイパス、ポーセンアスター。この馬もこのグループ、先頭は依然としてリッチコース、リッチコース。さらにリードを広げました。2番手はエルコンドルパサー、絶好の手応えです。間を挟んでポーセンアスター、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはエルコンドルパサー、エルコンドルパサー先頭、引き離しにかかる。2番手はリッチコース、リッチコース必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりエルコンドルパサー先頭だ。2番手はレームゲーム、エルコンドルパサー、この馬で決まりか。エルコンドルパサー独走、エルコンドルパサーぶっちぎりです。エルコンドルパサー1着、2着はレームゲーム、これは物が違う。エルコンドルパサー、
京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のチャペルアンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはエアアイランド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエアアイランド花に立ちます。その後ろからはエイシンリオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはソシアルソング16番、薩摩コマンド、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。一番人気のメジロドーベル、現在後方からアグネスメイト、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。ソシアルソング先手を取りました。エアアイランドすぐ後ろ、その後ろにエイシンリオン、その隣にオレンジピール、その横に薩摩コマンド、チャペルアンナ、この馬もこのグループ、すぐ隣にオリーブイブリッド、その横にダンホザドリーム、エトワールチャーム、この馬もこのグループ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭は依然としてソシアルソング、2番手はエアアイランド、エイシンリオン、3番手メジロドーベル。この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。さあ先頭はソシアルソング、エイシンリオン、その後ろチャペルアンナ続いています。内からはダンフォザドリーム、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってエイシンリオン、あと 200m、 ダンフォザドリーム伸びてきた、チャペルアンナいい手応え、ダンフォザドリーム粘る、一気にメジロドーベル、メジロドーベルもう一伸び、メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらダンフォザドリーム、これが世界の実力だ。メジロドーベル